植物採蜜学科の野村陽子です。今回は、今までこちらの本をテキストにして描き方の説明をしてきましたが、それをこのテキストを見たり、あと動画を見て作品を書いたっていう方からちょっと見せていただきました。それで、こういった唐辛子だとか、ナスですとか、そういうものをねちょっと書いてみましたっていうのを送っていただいたので、皆さんと一緒にそれを拝見しながらアドバイスなり、こういう風な感じで描いた方がいいよっていう添削なりしたことを、お伝えしたいと思います。よろしくお願いします。まず唐辛子を始めたいんですけれども、今ここにテキストの方はここにあるんで、テキストとちょっと比べてみようかと思って載せてみたんですけれども、まずここのピカッとした感じですよね。その感じがもうちょっと欲しいなっていうのと、あとこのヘタのところも少しもうちょっと影があってもいい、ヘタも影があってがいいかな。それとこちらの下側の影が少しこちらにももうちょっと欲しい。こちらの上の方はねこれでいいとしても、この下の方の影をもう少し強調すると綺麗になるんじゃないかなっていう感じがしますので、その辺をちょっとやってみたいと思います。ですね、じゃあこちらに置いて、まず、この色鉛筆はだいたい、なんていうんですか、これで使ったような色、私がこのおすすめした色を一応用意しました。それですが、ここから先はもうちょっとこの使った色以外の鉛筆も欲しいなっていうところがあるので、それも使いながら、まあ順次説明していきますけども、それをやってみたいと思います。まず、こちらのピカッとした感じ、これはここが今ね白く残して上手に残してやるんですけれども、これがもうちょっとなんていうのかな、唐辛子っぽい感じで残ってるといいかなっていうふうに思うので、その辺をもう少しやってみたいと思います。それとこちらの方は色鉛筆がまだ揃ってなくて、なんか油性の色鉛筆を使ってるっていうことですけれども、私は添削するときは自分が使っているのを使いたいと思います。まず23番でこの基本の色ですね、これでここの細いところを少し取っていきます。こんな感じで少しずつねちょっと取っていきます。唐辛子のピカッと光る感じっていうのは、この赤いところと白いところがはっきり残っている、はっきりさせてあると本当にピカッと光ってるっていうのが強調されるので、ここの白い部分をちょっとね少なくしていきます。まずはそれでこう定規でね引いたような直線が残ってるとちょっと唐辛子っぽくないので、時々こういうところを取ってしまったりするとこう臨場感が出るんじゃないかなって思いますね。でここら辺もちょっとねこんな感じで硬い唐辛子の感じを出すためにここを少しね白いところをねあんまりきっちりなんていうんですかね形で残すっていうんじゃなくて、こう硬い感じが出るようにギザギザした感じ、それでもいいので、そうやってこう残していくと
感じがいいんじゃないかなって思います。これやるときはかなりね、あの筆圧強くして書いてます。あの同じ筆圧同じような感じでやるとこんな感じでしかならないので、もっともっと強くこう書くときは力をこう入れて、それでこういうふうに書いていきます。ここもねこういう感じ。それで元々のこの境界線もしっかり塗っておくといいと思います。唐辛子ってあの別に一本ずつ同じ形じゃないので、テキストにはこう書いてあるけど、こここうの方がいいやっていう時には自分の形好きな形にねどんどん変えてもらっていいの でこの辺のこちらの方も少しこう濃くしていきます。そしてここの黒いところが少しねちょっと嫌な感じで、強い感じで残っているので、そういう時にはこういう消しゴムで少し消してからあの消しゴムはただ消すだけじゃなくって消しゴムで書くっていうか、まあ書くっていうとおかしいかもしれないですけど、消しゴムでその色を取っていく時には書くっていうふうに思うと、ただ消すっていうんじゃなくって薄色にしていくっていうこともね書くことなので、ちょっと色を取ってから、あこっちか、色を取ってからこうやって塗って色をもう一回足していくといいんじゃないかなって思います。で唐辛子はあの乾かしたりするとあんまりこういう綺麗なこうピシッとこうなんていうんですか、こう柔らかいこういう線じゃなくて結構硬いので、こんな感じでボコボコしてるっていう風に書いちゃっていいと思うんですね。その方がなんか本物っぽいっていうかっていう感じがするので、そんな風にしていってください。でこういうところもね少しこちら側も少しですけど境界線がはっきりすると絵が立体感がしっかり出るので、そういう時にこうやってやるといいですね。もう仕上げの時には本当に力を入れてこう描いてください。それでこの赤い色がしっかり乗っていると次にこうこの黒い色とかそういうものを乗せた時に混ざりがいいっていうか、色の粉同士がねちょっと混ざりがいいので、あんまり薄いと上から乗せた濃い色が勝っちゃうのでね、その辺注意してもらっていいかな。そんな感じですかね。だいぶ濃くなりましたね。そして薄いこういう薄い紙だとなんかこうちょっとボコボコしちゃうんですよね、紙がね。なのでやっぱりせっかくなのでもうちょっと厚いいい紙使いましょうね。はい、ということで、このところはちょっと綺麗になりました。でそしたらばここのヘタのところですけれども、ヘタをもうちょっとこういう、だって56番みたいな、なんていうのかな、ちょっとくすんだ色にしておくと、こっちも塗って影つけるっていう感じです。でここの境界線のところは茶色で少し
塗ってあげる。また塗るなんて言ったらな。カクカク。そういう感じですかね。そしてこの茶色を少しこっちの方にも、さっき黒々してたところ、それにそこをちょっとケアするような感じで、黒じゃなくって茶色っぽい色をのせていく。その下の方は割と濃いので、影ができてて濃いので、こういう暗い色を少し、ね、使ってあげるといいです。時々こういうところもね、こういう中の方でちょっと濃いなっていうところもちょっと作ると、全部同じじゃないのでいいかなっていう感じですかね。そしてこういう紫、次にはこう紫、少しずつ濃くしていくっていうことが大事ですね。大事っていうか、私はそういう風にしてるんですけど、一度に濃くするのってちょっとできないんですよ。なので少しずつ濃くしていく、様子見ながら濃くしていくといいんじゃないかなって思います。もう自分でその出来上がりの状態が見えてる時にはね、一度にバッと濃くしてもいいんですけど、わからない時には少しずつ様子見ながら濃くしていく方がいいんじゃないでしょうか。あとですね、こういう紺色みたいな色があるんですけど、36番ね、こういうのもここに少し黒をのせると簡単に暗くなるんですけれども、色がね濁っちゃうんですよ。だからなるべく黒は使わないで、混色して黒い色にするっていうふうに考えた方が、私はそういう考え方の方が好きなので、自分でそういう考え方が好きなのでやってるんですけども、どうでしょうかね。ピカッとした感じ出てきましたかね。そして足りない時にはもうちょっとこういう赤っぽい黄色じゃない、茶色でこういうところを直していく。こんな感じにしていくとですかね。もう一回この赤い色ですね、23番ですけど、こういうのできちんとなんか赤い唐辛子の色を出していくっていう風にするといいんじゃないでしょうか。よっぽど形が歪んでるとかそういうことでない限りは、自分の好きなスタイルにしてっちゃっていいですのでね、こうじゃなきゃいけないってことはあまりないので、はい、できました。
最後までご視聴いただきありがとうございます。ご意見、ご感想のある方はコメント欄にお寄せください。お待ちしております。この動画が気に入ってくださった方は、ぜひチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いいたします。なお、添削ご希望の方はこちらのアドレスへ作品の写真をお送りください。こちらから後日ご連絡いたします。私のホームページからも送れますのでよろしくお願いいたします。長野県伊那市に寒天パパミュージアム野村陽子植物細密画館があります。アクリル水彩絵の具で描いた作品を中心に、展示していますが、色鉛筆で描いたスケッチ画も展示しております。ぜひお出かけください。またチャンネル登録もお願いいたします。